お疲れ様です。というわけでメジャー3戦 J2 リーグ第19節ジュビロ岩田対ブラブリッツ秋田の試合2対0、ジュビロの勝利ですありがとうございます <laughs> いやー、前半から、まあ、タフな試合だったというかね、もう今日ね、すみません、ダゾーンだったんですよ、まあ、台風の影響でも何でもなかったんですけどもね、はいあの、行こうと計画してたんですが、急遽、行けなくなってしまって、えー、八木さんに、ね、この前に動画撮ってるんですけど、僕もあの彼と似たような感じで、車の中で今、撮影をしているような。 形でございます。ゾン感染だったんですけどね。いやー、前半からね、アグレッシブに来る、まあ、ブラブリッツは来た、もう走りのサッカーというかね、もう縦に、もうガンガンついてくるようなイメージで、アファヤというシーン結構疲れましたね。オープニングシューター金子翔太選手がね、幸先よくというか、 いい感じで崩せそうな形でのシュートでね、惜しくも天が入らずというような感じでしたけども、その後すぐね、1分半ぐらいに、めちゃめちゃもう右サイドから振られて左奥、もうあ、でもめちゃめちゃ危ねえっていうね、ボールがね、1個分ずれてたらゴール入ってたんじゃないねえかな、みたいなね、そんな、えー、シュートも打たれ、まあ、一瞬一退の攻防が続くというね、感じでしたね。 で、守備を固めてから縦にね、早く行く秋田っていうのがね、やっぱりやりづらいなっていうところがありましたが、今日ボランチ先発出てくれた藤原選手、藤原健介選手、いや、素晴らしい。リーグ初ゴールおめでとうございます。混戦の中というかね、まあ、こぼれ球をミドルシュートを打つような感じだったんですが、グラウンダーですに落ち着いて流し込むようなね、点でもう芸術点高すぎるだろうっていうような、そんなゴールだったんじゃないかなと。 いうふうに思っております。彼のね、こう、喜び方を見てると、もうすごくこれを押してたというかね、もう、待ちに待ったゴールだと。自分自身もそう思ってたでしょうし、僕らも思ってましたしね。はい。藤原健介選手のね、ゴールめちゃめちゃ素晴らしかったです。ありがとうございます。コーナーキックもね、蹴る機会もね、まあ今回健介選手多かったんですけども、 まあ非常に精度も良かったのかなというふうに思いますね。一本惜しいシュートまで繋がったのもありましたし、まあ、非常にコーナーキックの精度も高いとかね。キック精度が非常に高いいい選手だなと改めて思わせてもらうような、そんな試合でしたね。そして、待ちに待ってました、リキア。リキア選手もね、追加点取るんですけども、もうボランチ2枚がね、点を取ってくれるというのは非常にいいことですね。まあ2点目もね、似たような感じでしたね。松原孝選手が左から入っていき、まあどっちの点もそうでしたね。入っていき。 あそこでわ,わちゃわちゃあり、こぼれ球をもうミドルシュートっていうのね。違ったところはケンスケ選手グラウンダー、えリッキア選手はね、浮かせて右隅に決めるみたいなね、感じで非常に、どっちもシュートうますぎっていうね、感じでしたね。だからこそ完全にね、崩しきるシーンっていうのはほぼなかったんじゃないかなというね、こう飽きたゴールを。もう、シュート精度の高さでね、 えー、破っていくと、いうような感じでね。はい。素晴らしい試合でした。ありがとうございます。内容はね、ちゃんとゲームの組み立てに関しては、まあ、うん、ちょっと思うとこはいろいろ最初ありながらも、ただね、そうだ。あの、今日誕生日とね、えー、後藤圭介選手。えー、後藤選手入ってからね、割とこう攻めの形ができるようになってたというかね、前でためが作れるからかなっていうのもあるんですけども、割と、 うん。いい感じになってきたし、後藤選手のギラつき感良かったっすね。もう何としても今日点取ってやろうというところで、まあ、そんなね、えー、勢い、気合いっていうのが見れました。18歳になった後藤選手も磨きがかかってくると思います。そして何よりも怪我からね、やっと復帰したというところでですね、リーグ、リーグ戦復帰したというところで、あの、非常に嬉しいですね。彼にはもうめちゃめちゃ期待して、ま、 すますし、期待してるサポートも多いと思います。んでね、これからのゴール量産してもらってジュビロのね。上上と連れてってもらえればというふうに思ってます。僕もね。早く現地で後藤選手のちゃんと歌いたいんですよ。はい、楽しみにしております。さあ、そういうわけでね。ジュビロ磐田まず勝つことができました。前節の負けから一転して勝てましたんで、これから。 またここからですよ。連勝をね、伸ばしていけるように、順位を上に上に上げていけるように、戦っていくしかないですし、応援していくしかないですね。はい。というわけで、簡単ですし、何が、なんだかわからないような、この車の中で一人で喋ってるみたいなね、そんな動画でございましたけども、はい。諦めずに、諦める必要もないか。ひたすらね、上を見て、戦っていくように、いたしましょう。順位はね、もっともっと、もっともっと上げていくようにね、戦っていくように、いたしましょう。というわけで、 お疲れ様でした。次も勝ちましょう。